とは歌う夢を見るは、バンドメイドの歴史やメンバーたちから多くの着想を得ていますが、作中のキャラクター、会話、出来事はすべて完全にフィクションです。物語に合わせるため、一部は改編、あるいは創作されています。それでは今回のお話をお楽しみください。日本各地から才能ある5人のミュージシャンがプロになる夢を追って上京してきます。そして一緒に奇跡のバンドを結成し、その先ずっとずっと何年も親友となります。でもそうなる前は5人は別々の人生を歩む別々の子供たちでした。この子はダンスが好きで野球も好きです。この子はピアノを弾くのが好きです。この子は食べるのが好きです。それもたくさん。この子は大人っぽく振る舞うのが好きです。そしてこの子はとっても楽しい子です。でもドジっ子です。5人はまだ知りません。数年後、旋風を巻き起こすことを。世界中で。こんにちは、ミカコと言います。ミカって呼んでください。今17歳でカルマイ高校の2年生です。大好きなアニメハイキューがきっかけでバレーボールをやっています。音楽も好きでいつも聴いています。お父さんから音楽を勧められて以来、いろんなバンドを聴いてきました。でも私たちの人生を最高にしてくれたバンドが一つあるんです。今からお話しするのはそのバンドについてです。子供の頃、お父さんとの二人暮らしで、お父さんが私の世話をしながらよく音楽を聴いて過ごしていたのを覚えています。何か気に入った曲があるといつも私にも聴かせてくれました。近所迷惑にならずに一緒に音楽を楽しめるようヘッドホンまで買ってくれました。そばに座って何時間も一緒に音楽を聴いて過ごしました。そうやってコミュニケーションしていた気がします。はあ、懐かしいな。お父さんが何か新しいバンドや曲を見つけて喜ぶ様子が好きでした。クリスマスプレゼントを開ける子供みたいだったんです。お父さんは何よりも音楽が好きで、何年もの間たくさんのバンドを聴いてきました。でもたった一つのバンドが人生を変えたんです。何年か前のポカポカしたお昼、お父さんが以前勧めてくれたバンドを聴きながら絵を描いてた時のことを覚えています。ミカコ、何？あ、ごめん。とにかくこれ聞いてみて。でも鼻血が出てるよ。大丈夫、いい？新しい曲を聴くときにいつもやるように、目を閉じて曲が始まるのを待ちました。曲が終わったとき、集中しすぎてて、現実世界に戻ってくるのが大変でした。もう一回。OK。その頃、私はまだ子供で、自分の音楽の好みには確信は持てなかったけど、それまで勧められた曲は
どれも大体好きでした。でも今回は今までと違いました。その日はずっとそのバンドの曲を聴き続けました。数はそんなに多くなかったけど、聴くのをやめられませんでした。一つ確かなことは、このバンドのことをもっと知りたいということでした。私はミクと言います。お母さん、送ってくれてありがとう。ただいま。芸能事務所で働いている高橋和弘と申します。お願い、行かせて。新幹線まだ見れる？見に行こうよ。分かった。チャプター2、東京。